日本鹿児島県鹿児島市、西仙国町西仙国町は、鹿児島県鹿児島市の町、旧鹿児島深西仙国馬場町、鹿児島市西仙国馬場町。郵便番号は892-0847。人口は2169人、世帯数は1347世帯。1963年より、西仙国町の全域で、住居表示を実施している。 鹿児島市の中心部、大月川下流域に位置している。町域の北方には、平野町、照国町、南方には、梶山地、山の口町、西方には西田、東方には、東仙国町が接している。町域の北端を、鹿児島県道24号鹿児島東一基線が、東西に通っており、南端には、鹿児島県道21号、 鹿児島中央停車場線が東西に通っている。以前は鍛冶山地電定より鹿児島市電意識線が分岐していたが、1985年に廃止となった。東端には、大月川が流れており、町域の南東部にあるライオンズ公園には1979年に除幕された大久保利道像がある。東部には鹿児島市立山下小学校が所在している。 日仙国町の戦国はかつて一帯に戦国以上の所領を持つ上級武士の屋敷が多くあったことに由来しており、鹿児島城を中心として戦国を東西に分けた西側に位置していたことに由来する。江戸時代は鹿児島城下の市屋敷であり、主に上級武士の居住地域であった。明治初期に鹿児島県鹿児島孵下の日仙国馬場町となった。 1888年に交付された市政に基づき、1889年2月2日に官報に掲載された市政施行地によって、鹿児島が市政施行地に指定された。3月5日には、鹿児島県令第26号によって、鹿児島郡のうち50町村が市政による鹿児島市の区域と定められ、4月1日に市政が施行されたのに伴い、 鹿児島郡50町村の区域より鹿児島市が成立した。それまでの西千石馬場町は鹿児島市の町名西千石馬場町となり、その後1899年には馬場の字を町名から削除し西千石町に改称した。1963年9月11日には西千石町の全域で住居表示が実施された。以下の表は 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市立山下小学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。中馬校、ありがとうございます。